どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回も LSPDFR やっていきたいと思います。 LCPD 警察やっていきたいと思います。 LCPD は前作の GTA4 に登場してた警察です。車両は今回4台用意しました。めちゃくちゃかっこいい。すげー、こんな感じ。ライトバーがめちゃくちゃね、特徴的ですね。赤色と白色のね、ライトがね、同時に点滅してます。で、そしてこんな感じです。後ろから見るとめっちゃかっこいい。電光掲示板がめっちゃかっこいい。こちらも同じですね。すげえ。こちらはね、最新モデルのバッファローです。そしてこちらちょっと古いパトカーですね。さらにね、もっとすごいことができるんです。ちょっとね、やってみたいと思います。まずは車両の中に乗ります。そしてボタンをポチッと押すと、おお、上がったー。めちゃくちゃかっこいい。めっちゃいい。これがすごい珍しいよね。こんなことができるパトカーなんて。こちらの車両に乗っていきたいと思います。この車両かっこいいよね。相棒も乗ってくれ。そしてサイレンもね、 LCPD なので変わっています。なのでそれをお見せしたいと思います。この車両はね、めちゃくちゃ車内が広くていいですよね。こんな感じです。なんか全然違うっていうね、普通のすごい特徴的なね、サイレンですね。さて、この先だ。お、この近くで始まってるぞ。追跡任務ですね。そちらに行きたいと思います。なんということだ。武装をしてるみたいです。緊急事態発生。後ろだ。追いかけましょう。あ、いた。あれか、装甲車みたいな車見つけた。すげえ、ぶつかってる路中の車に。行くぜ、追いかけろ。めちゃくちゃ逃走しております。おー、来てくれましたかっこいい。相手はこれ何人乗ってるんだ。めっちゃ乗ってるぞ。よし、降りよう。ちょっと待って、今回ハンドガンしか持ってきてない。まずい。タイヤを破壊してと。逃げてる逃げてる逃げてる。タイヤを破壊しよう。よし、行こう行こう行こう。乗ろう乗ろう乗ろう。出発しよう。まだ逃走してます。これヘリコプター呼んでおいて逃さないようにしとこう。めちゃくちゃ綺麗だね、この後ろから見たら。すごい綺麗かっこよすぎる。素晴らしいぞ。あ、車止まってる。いや、まだ動いてるみたいだね。あ、ここで曲がればよかった。さあ、どうなってる。あ、駐車場に入ろうとしてるね。オッケー、いいぞ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 。素晴らしい。あ、諦めるんだ。おり、うわめっちゃ飛んだ。降りてくるんだ。絶対逃さないようにしないとね。さあ、全員降りてきて、一人ずつ。うわー、うちゃ、やべーやべー。すげえ、銃持ってる頭打っといたぞ一人撃たれました。めちゃくちゃ危険だ。こっちに手錠かけます。よし、手錠かけました。ということで、頭打ち抜いたので、この人はもう検視官呼んでおきたいと思います。 OK、 もう一人も逮捕できたね。ということで、うわ、何これ何これ何これ。ちょっと待って、何これ。何が起こったのマジで何起こったのこれ。なんかどんどん増殖してる。嘘でしょ。すげえ、なんだこれは。ちょっとめちゃくちゃ殴り合いが始まってる。君たちやめるんだなんだこれ、ゾンビみたいだ。すごい大量に出てきてる。やばすぎるなこれ。何これ何これ、なんでこんなことになってんの謎い。お、なんかナイトクラブで何かあったみたいですね。そちらに行きたいと思います。出発しましょう。ちょっとどいてくれ。しかし、こんな真っ昼間からナイトクラブで一体何があったんだ。ということで、今回はね、ショットガンとか持ってきました。すごいぞ。で、防弾チョッキを着といたのでね。で、この先にナイトクラブがあります。あとちょっと先だね。みんな道を開けてくれ。こっちのサイレンも使ってみるか。かっこいいなこれ。これもいいよね。みんなどいて。すごい変わったサイレンだね。さあ、到着しました、ナイトクラブです。さあ、一体何があったんだ。うおー、銃持ってる。マジか、やべーマジかー、銃持ってた。え、どうなった、大丈夫。撃たれた人は逃げてる。相棒が追いかけてるね。すげえ、とんでもないことになったぞ。
ちょっとヘリコプターも呼んどかないとね。とんでもないことになってます、これは。やばすぎる。で、そしてこちらにもパトカー呼んでおきたいと思います。相棒を見つけに行きたいんだけどね。あとね、救急車もね、要請しておきましょう。おし、いいぞ。なんか逮捕できたみたいだね、相棒が。おすごいぞ、さすがだ。お、パトカー来てくれた、よかった。この人に任せておいて、僕はね、相棒のところを向かいたいと思います。おーい、相棒、あ、いた、これか。どこにいるの、逮捕した人は。そちらに向かいます。おー、いた、やったぜ、逮捕できてる。しかしこの人はさ、撃たれた人だよね。でも体には撃たれた形跡がないですね。よかった、弾は当たってなかったようだ。よし、じゃあ相棒にね、調べてもらおう。おー、薬物持ってた、違法薬物を所持していました。よし、こちら逮捕したいと思います。車両の中に入りなさい。そしてこれを使いたかったんです。オッケー、いいぞ。やったー。お、この近くだね。なんか危険なやつがいるって。薬中なんじゃないかっていうことですね。しかもなんかマチェットを持ってるらしい。マジかよ、すごいな。マチェットを持ち歩くとは。やべえやつじゃないか、それ。乱暴じゃあるまいし。よし、そちらに向かいたいと思います。しかもなんか高級住宅街の方ですね。行きましょう。研究走行、どいてくれー。よし、ここは曲がります。これ、フランクリンさんの家のあたりなんじゃない、もしかして。ちょっと下か、それよりも。そしてここで曲がります。ちょっと下だったね。めちゃくちゃ高級住宅街なのに、やべえな。さあ、この辺りをね、調べたいと思います。さあ、どこにいるのかな。結構範囲広い。いたー、見つけたー。止まれー、君だー。これちょっと近づきすぎるとやられちゃうので。あ、逃げてる逃げてる逃げてる。あ、でもこっちに来てる。どっちだこれ。相棒気をつけてね。相棒めちゃくちゃ気をつけてね。発見しましたー、待てー。ちょっとここはね、道を封鎖しよう。さあ、止まるんだ。どうなった、反対側に逃げたね。どうなってるどうなってる。おお、すごいぞ相棒、さすがです。やった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 。おお、よし、これは開けときます。よし、やったぞ、逮捕できたー、やったー。ちょっとびっくりした。これ全裸かと思ったらちゃんとパンツは履いてたね。そしてこちらのでかいマチェット、証拠品として押収しておきます。この人をね、取り調べたいと思います。さあ、何を持ってるかチェックしたいと思います。他には何か隠してんのかな。おー、マチェットを持ってただけだね。さあ、到着ー。ここが警察署です。この裏からね、入れるみたいです。じゃーん。おー、めっちゃかっこいい、この回転式の。すげー。やべよ。さあ、降りてくるんだ、車両から。さあ、君はこっち側だ。お、なんか後ろの方だ。火災が発生したみたいですね。そちらに向かいたいと思います。車が燃えてるらしい。行くよー。バックしてからの、めちゃくちゃ近くだよ。400m 先だって。これは多分ね、消防車を呼ばないといけないね。今回、消火器とか持ってきてないんでね。さあ、どうなってる？え、ちょっと待って、これ危ない場所か、もしかして。ちょっと待って、これめちゃくちゃ危ない場所じゃない？カジノの横ですね。で、しかもこっちはギャングがいる場所だよ。うわー、めっちゃ燃えてる、なんだこれ。すごいな、やば。ここはちょっと立ち入り禁止にしたいとね。ちょ、待って待って待って、めちゃくちゃ燃えてる。え、人がいたんかい、マジかよ、すげえ。君下がってくれ、やばー、どんだけ爆発してるんだこれ、まずいぞ。ちょ、待って待って、どうなってるどうなってる、やばいやばい、緊急事態発生、緊急事態発生中です。撃ちまくれ、やっぱりギャングがいるから。撃て撃て撃て、ちょ待って、こっちに来てるこっちに来てる。相棒気をつけてくれよ、すげえ、やべえ、めちゃくちゃ打ち合いになってるぞこれ、まずい。待って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 、まずいぞ、こっちに来た、来てる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 、打ちまくれ、やばい、リロードしてさらに奥にいる。めちゃくちゃ
弾、あ、もうあと3発しかない。まずい。あ、ショットガンあったんだ、僕忘れてた。すげえ、とんでもないことになる。後ろにいる、こっち側にいるか、なんかいたいたいた。オッケー、倒してるか。これは奥にいるね。よし、どうなった、全員倒したみたいだね。オッケー、いいぞ。すげえ危なかった、ちゃんと防弾チョッキ着ておいてよかったよ。危ねえ、どんだけいたんだこれ、すごい量だったねやばすぎた。てか燃えてる燃えてる燃えてる状態で救急車に入れてるそして消防車来たんだっけ、呼ぶの忘れてる可能性あるね。消防車の要請しておきましょう。めちゃ燃えてたわ。やってますね。 OK、 いいぞ。消防隊員がめちゃくちゃ遠くから消火してるマジかよ。立ち入り禁止の線もねつけれるんで、こうやってつけときますか。ちゃんとつけるのどうやってするか忘れちゃったけど、まあ、これでいいでしょう。 OK、 めちゃくちゃ遠くからやりすぎて届いてないんじゃないそれすごすぎる。おー、シャワー気持ちいい。さあどうなってる、あとちょっとだぞ。おー、すごい綺麗だね、虹が見えそう。ちょっと待って、違う人飛ばしてるよスワット隊員飛ばされちゃったよ。マジか、あとちょっとだね、もうびしょ濡れになってるねということで、このギャング地帯の方もテープ貼っときましょう。もう立ち入り禁止です、ここも。現場検証とかあるんで、すごいやり方だけどね。まあ、立ち入り禁止にできました、やったぜ。さあということで、なんとか無事に検証終わったのかな、すげえ、やったー。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。